航空機の中でも特に歴史が長い気球。蛍光空気に分類される。巨大な袋の中の空気を熱して膨張させ、比重を軽くさせ、ぶら下がっているバスケットも含めて、全体で空気よりも軽くなり、浮力で浮上する。現代では主に遊覧と競技用飛行船。空気より軽いガスを入れて、浮力で浮く。熱気球とは稲なり、原動機を備えており、 進行方向を選べる。開発当初は旅客機としても使われていたが、現代では大きな機体とゆっくりとした飛行の特徴を活かして広告媒体、観測、遊覧飛行に活用されるグライダー。空気よりも重い重厚空気に分類される。基本的にエンジンを持たず滑空して降下するが、上昇気流があれば旋回しつつ、高度を稼ぐこともできる。 現代では、趣味、競技用として利用される。飛行機。エンジンを動力にして、自力での上昇が可能。趣味から業務用まで様々な用途に用いられている。ヘリコプター。回転翼により上昇加工旋回だけでなく、空中に静止することも可能。航空機は、大気中を飛行する機械の総称である。軽航空機と重航空機に大別される。 軽航空機とは空気よりも軽い機体が政府力を持っていることを利用するものであり、重航空機とは翼に働く空気の動的揚力を利用するものである。飛行機、海旗によく航空機、滑空機、飛行船などが含まれる。航空機は船舶と同じように国籍が登録され、常に機体記号を見やすい位置に表示する、容疑無付けられている。これにより、 その航空機の所属する国、地域や管轄権、外交的保護権がどこにあるのかが識別されている。航空機には法令上様々な目的で様々な定義が与えられる。以下では航空行政の観点による代表的な定義を例示する様々な分類法がある。一般的に航空機は平均の密度が空気より軽い軽航空機と 空気より重い重航空機の二つに対別される。他にも、航空機の運用者や運用目的などに基づいて、民間機、軍用機に分類する方法がある。また人を乗せるか否かで、有人機、無人機に分類される。またエンジンの種類によって、タービン、ピストンに分ける分類法もある。蛍光空気体積の大きな、機能に、水素やヘリウム、 加熱した空気といった、大気より軽い気体を充填することで、気体の平均比重を空気より軽くし、浮力により飛行する、航空機のこと。LTA 機あるいは、エアロスタットとも呼ばれる。重航空機翼周りの大気の流れによって生じる、揚力によって浮き、飛行する、航空機のこと。翼のタイプにより、固定翼機と回転翼機に分けられる。 多機あるいはエアロダインとも、航空機の分類表飛行機は主に、離着陸方法により分類した、分類の一例。航空交通管制では、広報乱気流のための飛行間隔を決定する際、最大離陸重量で4段階に区別している。ミディアムこの分類はミディアムに該当する機体が多い、ため、航空管制の運用効率化を目指した。 協調的意思決定では6段階に細分化される予定。アメリカ航空宇宙局の試作機航空機の運用者や運用目的などに基づいて民間機と軍用機に分類され、また民間用飛行機は旅客機と貨物機とに分かれる。飛行機は主力兵器の一つであり、主要な三軍種の一つである空軍の中核を成している。なお軍用機を保有しているのは、 空軍だけではなく、海軍や陸軍もそれぞれ所持している。軍用機は、戦闘機や爆撃機などの戦闘用の飛行機と、輸送機などの直接戦闘に用いない飛行機が存在する。飛行機は、自動車、列車、船舶とともに現代社会において主力となる交通機関の一つであり、この四種を組み合わせた交通体系が構築されている。 700km 以上の旅客輸送においては、主要交通機関の中で最も高速な飛行機の優位性が確立している。このため国家間や遠距離の大都市間輸送に、主に大型機が用いられるが、一方でその速度から小都市間や離島に就航する路線も多く、この場合小型機が多く用いられる。小都市間では、小型のリージョナルジェットが、 離島などではさらに小型のプロペラ機などが利用され、土地が強小で空港が建設できない一部離島では、ヘリコプターによる旅客定期路線も設けられている。貨物輸送の場合、飛行機は運航コストが高いため、高価かつ迅速な輸送が求められる貨物に使用されることが多い。定期路線輸送以外の民間航空は、一般航空と総称される。 非常に人口気迫で広大な土地の広がるオーストラリア大陸の一部などでは個人で小型飛行機を所有して自家用車のように利用することも多い。また海外の大企業や富裕層はその機動性から個人の移動用などでビジネスジェットを所有していることが多くその利用は急増している。移動や輸送以外に遊覧飛行に航空機を用いることも多い。 こうした観光用のフライトには小型機やヘリコプターが主に用いられる。飛行船による遊覧飛行も行われている国があるが、日本では2007年に日本飛行船によって飛行船遊覧飛行が開始されたものの、2010年に同社が倒産して運航を停止した。農薬や肥料、種子などを農地に効率的に散布する農業機も世界各国で使用される。 小型飛行機を使用するところが多いが、日本においては、ヤマハ発動機が1987年に、世界初の産業用無人ヘリコプターを開発し、日本の水田の約4割で使用されるなど広く普及している。広告用には飛行船が用いられることがあり、第二次世界大戦後には長らく飛行船の主要な用途となっていた。日本でも1968年に、 日本初の広告用飛行船として、キドカラー号が就航して以降、レインボー号など様々な広告用飛行船がかつては、就航していた。航空機を利用するスポーツは、スカイスポーツと総称され、曲儀飛行やエアレース、熱気球競技、グライダーによる滑空競技、スカイダイビングなど様々なスポーツが含まれる。グライダー競技は、スカイスポーツの中では、 古くから存在し、1930年代には様々な飛行法が開発されてさらに発展した。主にヨーロッパで盛んに行われる競技で2年に一度世界選手権が開催されている。熱気球競技では1973年より熱気球世界選手権が各年で開催されるようになり、また日本でも国内レースが開催されている。 極限飛行は各地の航空省などでアトラクションとして開催されることが多いが、軍が自らの技量を示し広報に活用するために極技飛行隊を所持することも多く、日本の航空自衛隊もブルーインパルスというアクロバットチームを保有している。エアレースは1909年にフランスで初めて開催され、以後世界各地で行われている。こうした スカイスポーツは1905年に設立された国際航空連盟が統括しており、本部はスイスのローザンヌに置かれている。気象観測にも航空機は利用されており、民間航空機から当該地域の気象データを受け取り観測に役立てているほか、高層大気の観測のために観測装置を取り付けた気球であるラジオゾンデが各地で飛ばされている。 航空機に関する工学を航空工学という。近年では何かと重なる領域の多い宇宙工学と並び、航空宇宙工学の一部門とみなされている。人類は古くから空を飛ぶことに憧れを持っており、様々な飛行機械の構想が立てられたものの、それが実現するまでには長い時間が必要だった。実際に人を乗せて初めて空を飛んだ機械は、 フランスのモンゴルフィエ兄弟が発明した熱気球で1783年11月21日に友人飛行に成功した。ほぼ同時にジャック・シャルルによってガス気球も発明され、モンゴルフィエの初飛行から10日後の12月1日に友人飛行を成功させている。気球の成功は一時ブームを巻き起こし、フランス革命後には一時フランス軍によって、 軍事目的にも使用されたものの、空中を自在に動くというわけにはいかなかったためすぐに利用されなくなった。一方、19世紀に入ると、ジョージ・ケイリーが航空学の研究を行い、1890年代には、オット・オリリエンタールが、グライダーの実験を繰り返すなど、飛行研究は徐々に進歩していった。しかしこの頃の動力飛行機は、研究段階に留まっており、 気球やグライダーなどの無動力航空機が主流となっていた。1903年にはアメリカ合衆国のライト兄弟が動力によって飛行する、いわゆる飛行機を発明した。飛行機は急速に発達を遂げ、1914年に始まった第一次世界大戦では激しい空中戦が行われた。第一次世界大戦後には余剰となった。 飛行機によって民間による商業飛行が盛んとなり、1919年には飛行船と飛行機による旅客定期運航が始まっている。また飛行機の性能も超速の進歩を遂げ、1927年にはチャールズ・ウィンドバーグが大西洋横断単独無着陸飛行を成功させた。この時期は一般の飛行機だけでなく他の航空機も商業化が目指されており、 1930年代には長距離路線で飛行艇が多く採用され、また飛行船も重要な空運手段の一つだった。しかし飛行船は1937年のヒンデンブルク号爆発事故以降使用されなくなっていき、また飛行艇も1940年代に入ると飛行機にとって変わられていった。1936年にはドイツで 初の実用的なヘリコプターである、フォッケウルフ FW61 が開発されている。第二次世界大戦後、1950年代後半に、入るとボーイング707などの就航で旅客機でも、ジェット機が主流となり、さらに1969年には、世界初のワイドボディ機であるボーイング747が就航して、旅客用飛行機の大型化と高速化が進んだ。 さらに1968年にはソビエト連邦のツマイナス144、1969年にはイギリスとフランスによるコンコルドが超音速旅客機として開発され、高速化は頂点に達したもののツマイナス144は間もなく使用されなくなり、コンコルドも騒音や燃費の悪さなど様々な問題点から1976年には製造が中止され、 以後超音速旅客機は製造されていない。2003年にはコンコルドが運行を終了して、超音速旅客機の運行そのものがなくなった。高速化が一段落した一方で、大型化や燃費の改善による効率化は一層進むようになった。航空関係の法律、用語、習慣などには、船舶が由来となっているものも多い。例えば、下記のような例が挙げられる。 航空機と船舶を両方製造しているメーカーは、川崎重工業、サード、常シホールディングスなど、ごく少数である。陸上の滑走路に離着陸できる水陸両用機は、基本的に航空機として扱われる。航空機産業には、多くの企業が存在しているものの、河川化がかなり進んでおり、特に大型の旅客飛行機製造は、 アメリカのボーイングとヨーロッパのエアバスの二大企業にほぼ集約されている。ただし飛行機の場合、各部分は世界各地で分散して生産されている。小型の旅客飛行機製造についてはこの両社はほとんど進出しておらず、リージョナルジェットはブラジルのエンブラエルとカナダのボンバルディアエアロスペースが二大企業として長年しのぎを削っている。 さらに小型の飛行機に関しては、エンブラエル・ボンバルディアの両社のほかセスナや、ガルフ・ストリーム・エアロスペースなどいくつかの会社が製造を行っている。航空機は、認定を受けた部品のみを使用し基本的に受注生産であるため、小型機であっても、引き渡しまでに時間がかかり効果である。このためメーカーが自社機を再整備した、認定中古機を販売したり、 中古機を専門とする業者が多数存在するなど、中古市場が発達しており、事故機であっても、機械的な寿命が残っている部品がある限り、資産価値がある。ボーイングとエアバスの大手2社はそれぞれリユースを促進する組織を設立している。また、部品単位での売買も盛んで、生産が終了した機体の補修部品や、アップグレードパーツを開発、販売する業者も多い。 大型旅客機の売買は航空会社の財務に大きく影響するが大型機は非常に高価で引き渡しまでに数年を要し需要に合わせた調整が難しいことからメーカーと航空会社の間に入る航空キリース専門の会社が多数存在するなど金融機関との関係も大きい契約には確約の他にも追加購入を一時的に契約し 財務や需要に合わせて確定したり、航空会社間で購入券を売買するなど、独特のスタイルがある。完成に時間がかかることから、注文後に、航空会社の経営が悪化し代金を支払えず、メーカー側に止め置かれた機体が新国期として、売却される例もある。航空機は、機械的な寿命と、法定対応年数の差が大きく部品単位でも、 販売できるため、航空業界とは、無関係の会社が節税のために航空機のリース業を営んでいるなど節税としての取引も多く大きな市場が形成されている。小型機やビジネスジェットは、フラクショナルオーナーシップにより、個人向けの市場が活性化した。航空機は保守、保管にも多額の費用がかかり、資格を持った。 専門家が多数必要であるため、航空機を製造するメーカーと、各部品を製造する多数の企業以外にも、整備や保管など、運用の専門会社、パイロットや整備士を派遣する、人材派遣会社、航空会社やリース会社に情報を提供する、専門メディアにより、航空産業が形成されている。その他に、あくまで空想に過ぎないものとして、 マグヌス効果を使う、ローター飛行機というアイディア、固定翼の代わりに回転する円筒により、水力を得るというものが空想されているらしいが、成功例はない。例えばリジェット、メンテナンスパーツ、バニアにエアーサービス生産が終了した、旧式のリアジェット機に対し、現代の騒音基準に対応する新エンジンへの、乾燥、自社製ウィングレットの販売、取り付けをする会社。 ありがとうございます。